事実だけを書く。読の時も泣いたけれど今回再読してまた泣いたこんな文庫解説に導かれニュースキャスター松原浩二さんの小説「記者の報い」を手にしたところだった解説の主は北上二郎さんである文庫本の解説をまず開いてこの人が勧めているのならとつい求めてしまう 同じ経験をした方はは多いのでは熱っぽく畳みかける北上さんの文には読み手を引き込む力があった無類の本好きが講じて本の雑誌発行にも携わったそんな書評家が76歳で死去した北上作品の中で個人的には勝手に文庫解説を気に入っている。 書評家は普通編集者から依頼を受けて初めて解説に取りかかるところが注文されるのは自分が書きたい本とは限らないならば勝手にと太鼓判を押す小説30作の解説をまとめてしまった巻末には評論家仲間と語り合った座談会を収める山形市の池上冬樹さんを含む 4人の会話からは、互いの文学観の違いを尊重しつつも小説への系統という原点を共有している様子が伝わってくるそんな達人の新たな解説をもう読むことができないとはなんとも残念だ。